旬の白菜と大豆の旨味がたっぷりで、ごま油と生姜がふわりと香る滋味深く体に優しいスープはいかがですか？耳で楽しむ美味しいスープレシピ、今回ご紹介するのは白菜と油揚げ豆腐の精進スープです。皆さんこんにちは、スープ作家の有賀薫です。2023年また新たな年を迎えました。これを聞いてくださっている皆さんはどんな1年にしたいですか？そうですね、私は、去年に引き続き、旅をしたり、そして新しいこうなんか食の世界を切り開いていきたいなと思っています。さあ、この耳で楽しむ美味しいスープレシピも今年で3周年を迎えるそうです。いつもたくさん聞いていただいて本当にありがとうございます。今年もいろいろなスープ作りの音をお届けしますね。さて、そんな2023年最初のスープ、今回作るのは白菜と油揚げ豆腐の精進スープです。甘みが一層増した旬の白菜の美味しさをあっさりとした精進スープで味わいます。肉を使わないので、お正月でちょっと食べ過ぎて胃もたれしちゃってるなんていう方にもとてもぴったりのスープです。少量の水を加えて蒸し煮のようにするので、その時間を使ってさっと作れる高菜入りの炒り卵も合わせてご紹介しますね。実際に作りながら調理のポイントなどもお話ししていきますので、ラジオのように聞いていただきながらぜひ一緒に作ってくださったら嬉しいです。では材料紹介です。 2,3 人分です。白菜 350g、 えのき 1/2 束、油揚げ1枚、木綿豆腐 1/2 個、150g ぐらいですね。生姜 30g、 塩小さじ1、ごま油小さじ2。白菜は結構個体差が大きくって、1/4 個だと多すぎるので、少し内側をカットするような形になります。300から400ぐらいの間でしたら、多少の上下は構いません。切った白菜の軸、葉、えのきの順に鍋に入れ、千切り生姜を散らし、塩とごま油、水1カップを加え、蓋をして中火で6、7分加熱します。蓋を開け、水2/2 カップ、油揚げ、水切りした豆腐を手でちぎって加え、軽く煮込んだら塩で味を調節します。仕上げにごま油を振って完成です。それでは早速作っていきましょう。まず準備段階として、お豆腐をしっかり水切りをしておいてほしいんですね。こうまな板をちょっと斜めに傾けて、そこに置いて上に重しを乗せて、水切りしたり、あるいは時間のない方はレンジにペーパーで、キッチンペーパーなどでくるんで、ちょっとレンジに 1、2 分かけると水が結構切れます。それを準備としてやっておきましょう。じゃあ、野菜を切っていきます。まず白菜ですね。白菜は、軸をちょっと落として、横に置いて幅2センチぐらいに切っていきます。鍋だと4、5センチぐらいの結構大きなサイズに切るんですが、今日は2センチぐらい、ちょっと小さめに切りますね。で、切ったそばからもうこれ鍋に入れて大丈夫です。で、軸の方を下にして入れましょう。さあ、白菜が切れて鍋の中に入ってます。さあ、次はえのきですね。えのきは 1/2 パック、下の石突きのところは切り落としてください。ちょっと汚れてるところは使わずに、上の方を、そうですね、3/1ぐらいに切りましょう。
して最近のえのきって下がすごいギューッつながってるんですよね。でこれをすごく細かくバラバラにしてもいいんですが、私は結構この固まったところがなんとなくこう歯ごたえになって美味しいなと思うので、結構こうランダムに雑に手でほぐしています。でこれもなんかもう鍋の上でどんどんほぐしていけば、そのまま鍋の中に落としていっちゃって大丈夫です。で上の方のバラバラしたところも鍋の中に入れましょう。白菜の上にこうえのきをふんわり乗せていく感じですね。それからですね、次が油揚げをちょっと切っておきましょうか。油揚げは1センチ幅ぐらいに切っていきます。油揚げは切り方そんな難しくないですね。普通に切っていきましょう。で油揚げはまだ鍋の中には入れないでください。でちょっと取り置いておきますね。それから、最後にこのスープのすごく大きなポイントである生姜を千切りにしていきます。で生姜はこれ普通の一かけよりもだいぶ大きいですね。かなり入ります。でこれをまず薄切りに、薄切りにしてあげたらこれをさらに千切りに切っていきます。細い方がいいんですが、でもそんなに気にせずに、多少太くても火が通るので辛みも和らぎます。できる範囲でやっていきましょう。さあ全部千切りになりました。結構ね、片手のひらに山盛りじゃないですけどだいぶありますよね。なんかこれどうなんだろう、大さじ 3杯ぐらいあるのかな。これをね全部もうさっきの白菜とえのきの上にバーッと散らしていきます。なんか割とも一番上生姜でいっぱいになってるぐらい入ってます。なんかこのぐらいね、ちょっとこんなに入れて大丈夫かなと思うんだけど、意外とこの生姜が味のポイントになるので、ぜひぜひ入れて作ってみてください。でお子さんがいたりしてちょっと辛いのが苦手って方は減らしていただいて作っても大丈夫です。さあここにお水を1カップ入れて、塩とごま油も入れますね。塩をまあ大体もうここで入れてしまいましょう。そしてごま油をひと回しします。でこの状態で蓋をして蒸し煮にしていくということですね。さあ蓋をまずかけて、それから火をつけます。火はまあ中火ぐらいですかね。水を入れてるので焦げつく心配はないと思いますが、すごく薄い鍋とか、あと蓋がきっちりできない方は時々ちょっと中を覗いて水があまり減ってるようだったら少し足してもらうといいかなと思います。まあ、通常で言ったら1カップこれで7、8分ぐらい蒸しても水なくならないし、白菜からもどんどん水が出てきますので大丈夫だと思います。なので、まあ、これはとりあえず、火にかけて置いておきましょう。この、煮込んでいる時間を利用してすごく簡単に作れる副菜の作り方をご紹介します。高菜入りの炒り卵です。溶いた卵に刻んだ高菜を混ぜて、よく熱したフライパンで混ぜながらふんわり焼くだけ。本当にあっという間に作れちゃうんです。じゃあ早速やっていきますね。まず、高菜をちょっと刻みましょうか。高菜って本当は大きな葉っぱなんですが、大体皆さんが買ってくる時ってもう刻んだ状態で売ってることが多いので、私も今日はそれを使っています。でそれをさらに軽く刻む感じですね。で包丁を入れたら次に卵です。卵をボウルに2つ割っていきます。で卵を割ったらこれを溶き卵にしていきますね。
汁身をちょっと切る感じで、この辺の混ぜ方もお好みですので、よく混ぜたい人は混ぜてください。で、ここに先ほど刻んだ高菜を入れます。入れて混ぜます。で、味付けなんですが、今日は一切味付けなしで、この高菜の塩だけで作ろうと思います。火をちょっとつけますね。ここでフライパンをコンロにかけて火をつけます。サラダ油を引いて熱します。ごま油でも美味しいですよ、ね、全体に広げるようにして、でこのしっかり熱するのが割と卵料理のポイントですね。中途半端に熱するとこうフライパンにつけた瞬間にシュワーっとこう固まらないので失敗しがちです。しっかり温めるようにしましょう。味付けなんですが、高菜がかなりそのものによって塩分が違いますので、今日は全く味付けずにそのまま作っていきます。で、多分これで相当味がつくと思うんですね。で、足りない場合にちょっと後からお醤油かけたりして調節するようにするといいと思います。で、本当の高菜っていうのは変な言い方なんですが、大きな高菜で買ってこられるような方は、高菜ってかなり塩分が高い漬物でもあるので、その場合は場合によってはちょっと塩抜きをした方がいいケースもありますね。やっぱり一回食べてみて、あ、これしょっぱいなっていう感じだったら、ちょっとの間水につけて水を絞ってから使う。で、それから刻んであって、これだいぶ普通の美味しいぐらいの漬物として美味しいぐらいの味だなと思ったら、そのまま使っていただいて大丈夫です。で、最近はもう炒め高菜みたいな、もうごまとか入ってて、ちょっと油で炒めてあるようなものもいっぱい商品として売ってるんですが、そういうものでももちろん大丈夫です。まずね、ちょっとやってみて、その後お家の塩加減で作ってみてください。さあ、だいぶこれで温まってきました。火は中火で大丈夫なんですが、フライパンがとにかくしっかり熱、されていることがポイントです。で、こうちょっとね、卵をつけてお箸で触ってみます。油のところにこう触ってみると、チューンって今言いましたね。このぐらいになるといいんですね。で、ここに卵を流していきます。ジュワーって言いましたよね。これがすごくでね、慌てて混ぜない、少し火が通ってきたら端っこの方から大きく、今5回ぐらい混ぜましたね大きく混ぜます。もうこれでもうほとんど固まりかけてます。で、固まりかけてきたらもう火をすごく弱めて、で、ちょっと返してあげて、もうこれで完成ですね。で、どん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 火は入っていくので、で、火を強いままやっていくとあっという間に固まってしまいます。この状態でお皿の上に出してあげると、ふわふわの炒り卵の完成です。本当にあっという間にできる副菜ですね。高菜以外に、例えばザーサイ、ザーサイの瓶詰め売ってますね。あれを細かく刻んで入れたりしても美味しいと思います。ぜひ試してみてくださいね。さあ、再びスープ作りに戻りましょう。ちょっと蓋を開けてみますね。どうなってるかな。おお、いい感じですね。白菜ももうえのきもしんなり小さくなっていて、お水のところに多分ね、お出汁がよく溶け込んでると思います。いい感じにできてます。まだこれからもう少し火を通していきますので、で、ここでですね、水を、もうちょっと加えましょう。2と2分の1カップ入れます。そして、先ほど切った油揚げを散らします。そして、水をしっかり切っておいた豆腐ですね、これを手でちぎって入れましょう。結構、細かくちぎっちゃっても大丈夫ですし、あと少しなんかね、大きなところが残っているっていうのも食べるときに変化がついていいです。ざっくりと割って、あんまり大きすぎると食べにくいですけど、ちぎって入れましょう。これを少し鍋の中に押し込んで、さあ、このままもうちょっと軽く煮込みます。2、3分ぐらいですかね。煮立つまでは強火で大丈夫ですよ。さあ、今日ね、このスープって白菜、えのき、油揚げ、豆腐、そして水なんですよね。だしも使っていないし、
お肉類も一切使っていない。しかも味付けは塩とごま油だけっていう非常にこうシンプルなスープなんですけれども、後で食べてみたらすごくびっくりすると思うんですが、すごく旨味もしっかり出ていて美味しいんですね。で、これ一つは旨味のある素材、豆腐と油揚げっていうのはやっぱり大豆の旨味がすごく出てくるので、そのお豆の旨味がまずとても効いています。それから野菜、使ってる野菜ですが、えのきはやっぱり出汁が、きのこなので出汁が出ますよね。さらに白菜、白菜っていうのが実は野菜の中ではすごくグルタミン酸が多くて、よく鍋に使ったりしますが、やっぱりその鍋の中にこう旨味をしっかり出してくれる野菜なんです。だから今日入ってる具材が全部すごくこう旨味の深い、具材ばっかりなので、本当にシンプルなスープなんですが、美味しくできるっていうことなんですね。で、ごま油で少し風味付けするようなことも大事ですし、あと生姜ね、生姜をものすごくたっぷり入れて、そういう、こう風味で食べるっていうようなことも覚えていただくと、あまり旨味に頼らない食べ方ができるかなと思いますね。で、その日々の、食卓の献立を作るときに、食卓に出ている料理が全部ものすごい旨味がある必要ってないと思うんですね。こうお肉とかお魚とかはしっかり旨味があったりして、でその中に添えるスープは塩味も旨味も少し薄いかなっていうぐらいでも、全部セットで食べた時にちょうどいいっていう風に感じるはずなので、むしろ全部をこう食べた一口目で美味しいっていう風に作ってしまうと、食べ終わった時にすごくこう食べ疲れちゃうというか、うますぎるなっていう風に感じるので、このぐらいの感じのスープを一つ食卓に取り入れるとすごく収まりがいいというか、落ち着くんじゃないかなと思っています。さあ、だいぶいいですね。豆腐ももう油揚げもすごく入るので、ちょっとお味を見てみましょうか。今頭に入れた塩だけなんですが、私は結構もうこれで十分かな。もし足りないなっていう方は少し一つまみ二つまみぐらいずつちょっとずつ塩を入れてみてください。豆腐の、水切りが甘かったりすると豆腐からもちょっと水分が出てしまうので、少し薄くなってしまうこともあるかもしれません。でこれで、塩が良ければ最後にごま油を入れて、この最後のね、タラッと垂らすごま油がすごく効いてくるので、これは外さないようにしてください。なんだったら食卓でね、ちょっとかけていただいたりしてもいいと思います。で、ラー油なんかでもね、意外と美味しいですよ。じゃあこれでごま油をかけたら火を止めて完成です。最後ごま油を振ったところでもう一回味見してみましょうか。もうね、こう香りがすごいんですよ。今生姜の香りがものすごいしていて、さらにそこにごま油の香りがちょっとこう入るので、うん、美味しいです。旨味少なめでもいいって言ったけど、結構しっかり美味しいスープになっていると思います。お肉を使ったスープとはね、また別種の淡い旨味をこう重ねていったような、すごくこう繊細なお味のスープだと思います。あっさりとしたスープでくったり煮た白菜の美味しさがよくわかるスープです。さあ、皆さんも美味しくできましたか？耳で楽しむ美味しいスープレシピ、今回は白菜と油揚げ、豆腐の精進スープ、そして副菜の高菜入り入り卵をご紹介しました。皆さん美味しくできましたか？スープも副菜も楽しんでいただけていたら嬉しいです。写真付きの作り方がアイスモのサイトにも載っています。そちらも参考にしながらぜひ作ってみてくださいね。感想やリクエストもサイトからお送りいただけますので、気軽に送ってみてください。 SNS での作ったよというご報告もお待ちしております。美味しいスープを食べて今日も一日元気で過ごしてください。それではまた次回お会いしましょう。有賀薫でした。